はい、皆様こんばんにゃということでね、今回お伝えする項目は多い割にね、録画時間は短くなることが予想されます。なんでかっていうのは最後に、ちょっとしたネタご紹介したいと思うんだけど、じゃあどんどんいきましょうかね。その1、まずここからいこうか。3周年記念フェスミックス召喚、いわゆるガチャです。でこちらの方ね、ちょっと文字で見てもつまんないと思うんで、せっかくの動画なんでね、これでお見せしたいんだけど、無料ってのは今回ないようですね。でまあボンジュールがいて、この私ね、この村瀬歩夢って読むのかな、これ男の人が声出してるのかと思ってね、思い込んでたんだけど、これよく考えたら歩みってのは女性もあり得るんで、もしかしたら女性かもしれないけど、まあ、何せこのキャラに残念ながら興味がないんで、まあ、ウィキペディアで調べるだけのエネルギーは起きませんでした。詳しい方教えてください。でね、最後のこの第1弾、最後アスギメに関しては割とね、欲しいなと思ったんですよ。元気系可愛いキャラなんで、私はねこのゲーム1年以上やってるんだけど、単純にとにもかくにも強くなる、強くするというよりも、まずは可愛いキャラを取って、その上でね、まあ、その撮った可愛いキャラ、まあ、声優さんだったり見た目だったりが可愛いキャラをよりどこまでね、武器、強い武器も出せたり、育成したりしてどこまで強くできるかっていう遊び方、ある意味ね可愛いキャラ縛りプレイというので1年もう貫いてますんでね、そういう観点から見るとね、まあ、今第1弾に関してご紹介しましたが、第2弾第3弾に関してもね、これはここには出てないのかな、まあ、出てますね、コメル、ウィズ、アスヒメ。アスヒメはまあ割と可愛いけど、まあ、このゲームの仕様として3体しか、お供にできないんで、まあ、そこに入れるのは厳しいかなと。で、あと、ピーのチャカーボ。で、スイランはね、これもやはり同様でね、こちらもまあ似たような感じの、私の中では強い弱いとか属性動向っていうのもね、どういう系の可愛いキャラかっていう注目の仕方しかしてないので、これもどっちかというと元気系可愛いキャラですよね。で、まあ、いいなとは思ったんだけど、やはりね、星6っていうことで、確率詳細見てみますとね、私が仮にアスヒメ取るぞと思った場合、11連を回して出る確率っていうのは 3% 弱で、分かりやすくするために 3%、 11連で 3% だとしても、これ 100% にしようと思うと34回ねしないといけないと。で、1回の11連で必要なライフジェムっていうのは350個、これ日本円相当ざっくりかける10で3500円とみなした場合、10万円以上ね、まあ、ごく簡単な計算ではありますが必要であるということで、さすがは白くということでね、まあ取れるに越したことはないんだけど、取ってもね結局育成しないと使い物にならないってことを、実用的な意味ではね、強さっていう意味で使い物にならないってことを考えると、まあやはり可愛いキャラじゃないと、膨大な時間労力を費やしてね、まあ、私は勝手にはしておりませんのでね、時間と労力を費やして育成するに値するかどうかっていうところで言うとちょっと厳しいのかなと、まあ、仮に取れたとしてもですね。であとはシトラウスもやはりね、こうやって非常に強さっていう実技的な意味では非常にね皆さんお使いになってるけれども、まあ、私のこの可愛いキャラ縛りで言うとね、これを見て可愛いと思う人はいるんでしょうか、まあ、いるのかな、はい。であとはナイトローズで、ティアなんかはね、以前ねその中の人、声優さんがね、私の超絶お気に入り、ただ実用的な意味でちょっと私扱いきれてないんで、お蔵入りになってますが、ユエリアちゃんっていうのがいてね、星5キャラ、星4から星5に進化したっていうのでね、私が FL 動画投稿し始めた1年ほど前に、最初の頃にね投稿したのが確か、いまだにねなんかちょくちょくアクセスいただいているようで、何も私ペラペラ喋っても何も言えなくて、ただ動画録画して投稿しただけなんだけどね、その星4から星5に進化するシーンっていうのでね、1分ぐらいの動画を撮った記憶がありますが、そちらのね、ティアちゃんなんかのね、ティアちゃんというかティアさんですか、中の人は声優同じだということで、私大変期待していたんですがね、まあ、私の思考から言うとね、ちょっとお姉さんキャラで残念な結果に終わったなというところでね、まあそうなんですよ。だから結論言うとね、今回の星6召喚は私のその可愛いキャラ縛りっていう基準から言うと残念賞ということで、全スルーでございます。どうかね、強いキャラ育成もしくはね、課金税の皆様方におかれましてはね、どうか頑張っていただきたいということをお伝えして、じゃあ次の項目、蘇る奇跡の断片と、いうことで、こちらね、やり始めてます早速。ただなんか不思議、ある意味ちょっと変則的なイベントで、いつもと勝手が違って、出てくるキャラはね、もう一殴りしたらワンパンってやつですか、
ワンパンで倒れちゃうような敵しか出てきませんね、今のところね。これからどうなるかわかんないけどね。っていうところで、粛々とね、ポイントなんかもサクサク溜まっておりますが、ただ問題なのはね、まあ、私的には問題ではないんだけど、多くのプレイヤーの方にとって気になるのは、この時の、破片ですか。この新星5アイテムを集めて、新星5アクセサリーの思いの懐中時計を集めましょうってことになってはいるんだけど、これ全然出ない気がするんだけどね。部品がね。で、今交換所でお見せしますけど、ただね、そう、まずこういう感じで、今私261持ってますけど、これを1090を集めることができたと仮にしても、この思いの懐中時計ご褒美ですね、こちらの特殊効果見てみると、そんなに美味しい気がしなかったんですよ。私プレイヤースキルとかもないし、攻略とかも見ずに基本自力でやってるんで、もう行き詰まった時以外ですね。っていうところで言うと、これ苦労して取る意味あんのかなと思ったら、まあ本当に記念品扱いなのかなと思って、ちょっと位置づけがよくわかんないですね。なので私としてはこれに関してもやはり先ほどの話と同様ね、おこのアイテムいいな、このキャラいいなって思わない限りは何でもかんでも取るってことはしておりませんので、こちらもスルーになっちゃうかなということを思っております。ただね、そのイベントのねポイント自体は非常に美味しいものになっているので、この蘇る奇跡の断片、こちら自体に関してはね、ポイントボーナスはいただこうかなと思っております。そして最後、こちらがある意味ね、もともとはメインの予定で、私実は20分ぐらいの動画撮ってるんですよ。なのに、これね、何分でクリアできるかタイムアタックっていう動画を撮って、撮り終わって見てみたらマイクがオフになってたんですよ。だから私20分ぐらい一生懸命ね、今もね拙い喋りでペラ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 こう喋ってるわけですよ。これがね、いざ録画終わって、よしこれから転送して YouTube 上げるぞって時にね、マイクの私の声が入ってなかったってなった時の落胆度合いやいかにってことでね、もう非常にもう一旦はね、もう今回のこういうこの動画なしにしようかと思ったのは頭に来たんで、自分のそのね音ボケ具合に頭に来たんでね。で、内容的にも正直これを撮ったとか、これ今から頑張って撮るぞとかね、レベル到達したとかではないので、全部私にとっては、でこれも言いますけど、このメインストーリー第8章もね、結論から言うとね9分10分ぐらいでクリアしました。ただね、特に私ストーリーとかも興味も持ってないので、可愛いキャラを撮ってめでるっていう遊び方をしているので、ストーリーも全スルーで、いかに早くクリアできるかっていうのでね、こうやってゲーム実況っていかにもゲーム実況って感じでペラペラペラ喋りながらね、はいここは、今のところよどみなくクリアしておりますとか、こう実況しながらやったわけですよ。でね、結局ね、何の起伏もないまま9分経っちゃいましてね、クリアまで行っちゃったんですよね。だからそのゲーム性って意味でも、なんか作業、正直作業っぽかったし、ただ長々ね、その同じアイテムを延々取らされるとかっていうのは過去にあった、あれはかなり私ブーイングしたんだけど、そういう要素はなかったですよ。ただストーリーも特に興味ないし、その取り立てで強い敵が出てくるわけでもないし、なんかもうなんか何の面白みもない道を9分間歩かされた的な印象を受けましたね。はい、っていうところではあるんだけどね、一応クリアはいたしました。はい、というのがね、今回のね項目が多い割に内容が微妙な、報告動画ということでお伝えしました。次回はね、もしかしたらもう3周年にまつわる動画になるかなと思うんだけどね、私の方もテンションを上げてね、今回とは違って、今回は正直なんかもう、この先に3周年までネタないなっていうので、ある意味無理くり撮ってますけどね、まあこういう動画でもよければね、コメント等いただけますとね、ああ需要はあるのか、じゃあまたやるかっていう話にもなりますしね、逆もまたしっかりゲフゲフということをお伝えして、それでは皆さん良いファンタジーラインをお過ごしください。